はい、失礼いたしました。小学校です、はい、さあ次の学校参りましょう。続いては四国ブロック代表、愛媛県愛媛大学教育学部附属小学校です。愛媛大学教育学部附属小学校は3年連続43回目の出場になります。皆さんの練習の様子ご覧ください。人口およそ47万人、愛媛県松山市。松山城を望む住宅街に愛媛大学教育学部附属小学校があります。附属小学校の練習はまずランニングから。それぞれ自分のペースで10周走ります。ウォーミングアップができると続いて腹筋、そして十分にストレッチをします。体は楽器の一つ、体作りは基本です。いよいよ課題曲、手や足を使って表現の練習をします。ワクワクドキドキズキンシーンとかキューンとかっていういろんな心の要素がもう入ってますので、もう体で覚えなきゃできないと思いまして、歌のこの途中でこうワクワクとかドキドキのポーズをしたりしてるんですけれど、体全体で自分の気持ちを楽しく表現できることを目指します。それでは愛媛大学教育学部附属小学校の演奏です。まずは課題曲大好き。指揮は楠俊明先生、ピアノは坂本芳子先生です。愛媛大学教育学部附属小学校の課題曲の演奏でした。